的当てって面白いですよねっていう話です。まあ、的当てに限らず何か物に当てるとか、ね、こう、石とかでも投げて <laughs>、なんか当てて倒れたりとかじゃ面白いじゃないですか。輪投げとかも面白いですよね。ダーツとかも面白いし、もちろんね、あのー、エアガンとかで、こう、的当てて、ちっちゃい的ね、じっくりやって打ってて、パーンってね、10メートル先の三角形さんとか当たったら、まあ気持ちいいじゃないですかっていう話です。 で、なんでこんな話するかっていうと、まあ、先日ね、あのー、動画をご覧になったと思うんですけど、所さんとお話したときに、まあ、そういう話が出て、本当ね、緊張しますね。ほんあのー、ね、これ、所さんのところ行けるようになったのも、これ、まあ、見てる皆さんがね、たくさん見ていただいてるおかげだと思ってます。ありがとうございます。というわけで、 すごくね、思考が止まりますね。普段の2、3割ぐらいしか頭が動かない感じになりますね。人いろいろあるんですけど、一つは限られた時間内で、あの時は、まあ、その収録の合間に時間をいただいたので、まあ、その時間をできるだけ僕は冷たいんですよね。まあ、もちろんさ、10分ぐらい撮ってくれたら嬉しいなっていうのはあるけども、まあ、何分でもいいなっていう感じがするんですよ。まあ、その中で、まあ、いかね、 できるだけね、話を切り上げようとしちゃうのが一個あるし、あと失礼なことを言わないかっていうんで思考が止まったりとかするし、その、と、取っているその信仰的なことも考えちゃったりしてね、なんかね、頭が、働かない頭がさらに働かなくなってね、返事できなくなっちゃったんで、まあそれについて言いますね。で まあ分かりますよねぶっ飛びうんことかやったりとか、まあ、水鉄砲で遊んだりとかあのおも面白いなと思ってるんですけどね、まあ、どう,みう皆さんが考えられてるか分かんないけどやっぱどんなものでも狙って当てて、ね、届くとそれはやっぱりね5 0ル1 0 0ル先の、ね、当たったらそれはすごい面白いけど、まあ、2 3メートル先の、ね、本当ガチャガチャのやつで、ねね、近くで当たったとしても、まあ、面白かったりもするし。 なんかねそこら辺面白いなっていう話です。まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、結果的にはそういうなんかあそこで言えなかったんで <laughs> ここで <laughs> これ所さんは見てないと思うんですけどやっぱり面白いですよね的に当てて狙って打って当てるって何で面白いんでしょうねちっちゃい頃からねそういうの好きであのライトとかも好きなんですよ遠くに物が届く。 まあそれがね、なんか、何からかの作用があればいいけど、まあ光とかでも好きで、あとレーザーとかもすごいいいですよね。めっちゃ届くじゃないですか。わ <laughs> かる人いるかな <laughs> だかまあ、いると思うんですけどね。ねやっぱり遠くのものをなんかするとか、狙って当ててやるっていうのは楽しいですよねっていう話です。あ、これアンケート機能もうないのか。まあよかったらコメントにてね。あの、まあいろいろいる方がいらっしゃると思うんですけどね。私はあの、好きです。だからもう、 あれなんですよ。まあ、どちらかというと、モデルガンよりも、まあ、エアガンの方が好きかなっていうことで、あんまりモデルガンはね、持ってなかったんですけど、あ、モデルガンの話そうだ。するから、また別の動画でよかったらご覧ください。というわけで、的当てとかね、狙って当てるのとかって楽しいですよねっていうお話でした。最後までご視聴ありがとうございました。